田と翔太が味方やな。で、俊介とコーチがディフェンスな。で、白い線から始めます。で、今日やったドリブルの1対1な。だからこの人が下がってたら、まあ、当然トントンで突っついてガンってトーンって抜いていってもいいですか。で、抜いていったらどうなるかい。抜いていったら、抜いていったら今2対2やけど、抜いてトントンと、ちょっと待って、どうなる。これで、この時点でコーチを抜いた時点で2人と1人やろ。ほんなら俊介はコーチ抜かれちゃったから、ボールも止めにいいから、ボール止め、そう、ボール止めたくて、パスが出たら向こうにもつかなあかんっていう2対1の止めにいかなあかんな。そしたらドリブラーが抜かれてきたら、向こうの端っこ置いといて、最初翔太ね、この斜めの関係から始めます。よーい、そうで、はい、抜いていったらそのままゴールの方に、ゴールの方に行ったらな、俊介が来たら2対1を攻めたらいい。ところが、この人が、ディフェンスがどうって全然抜けない。ディフェンスが下がってるから抜けない。抜けなかったら、ずっと抜けないんで、どこまで行っても。その時は、パッてポスト前投げやがるんだって。ごめんごめん。抜けなかったら、ポスト、パスで、パス入れて、そう。で、走り込んで行って、パスしたり、パスするふりして自分で行ってみる。ついてきたら、こう、そうそうそう、というふうにして、パスするふりして、パスへ行けな、自分で攻めてもいいです。というのが、まあ、完成版やけど、それを基本にね、ご自分で言うということ、それからコスト上がったり、上がらへんかったり、ね、であとはフリーでどっちか入るまでの2対2になります。いいですか。女子の方はそこまでいけるかちょっとあれですけど、とりあえず斜めの関係で、もう女子は待ってんでいいから、全部ポスト入れようか、最初ね、ポストに入れて、でそこから渡すか渡せへんか、あとはフリーに。こうやってドリブルで抜いていくっていうね。で、下がったら止まってシュートをして、今日ドリブルやった練習をね、使ってやりましょう。はい、じゃあどうぞ。